中野さんに来ております。今回ね、あの鎌倉店さんでまたね新しい限定メニューが出たということで、こちらここでこんな感じ。メニュー名がね、ラ・トマティーナっていうやつで、もともとの豚骨ベースのスープにトマトがね加わってるメニューでして、こんなトッピングなんかにバジルもあるそうです。それでは早速いただきます。いや、ちょっとわかるかなこれ、箸との作用これむっちゃでかいから、いいよ野菜から、スープパスタとかのトマトに近いけど、やっぱねベースの豚が濃厚だから全然違う。食ったことありそうでない味だ。めっちゃうまい。おお。な、麺とすると。うまっ、これ多分ね女性でもさらっと食べられる、全然重くない。ちょっとトッピングのバジルを、なんかおしゃれだけどジャンクなんだよな。高野さんはね、基本的にあの毎日あの製麺室で新しい自家製麺を売っててね、打ち立ての麺が味わえるんで、これがねめちゃめちゃうまいの。ちなみにこれ、あのね、高野目さんのトッピングの唐揚げってのがあるんだけど、これいただきまして、一応かなり合うらしいんですよ。でまあ味がね変わっちゃうので後半にトッピングを進めてことです。あの高野目さん、こういった唐揚げとかもね、あの別皿トッピングでってお話すれば別皿にしてくれるんで、ぜひ皆さんもお試しください。有料のチーズトッピング。そしたらチーズにバジル。いやー絶対うまいや。やった。おいらっしゃい。うまい。なんていうかな、このメニュー、ランチとかで食ってももちろん十分ねパンチがあるし食べ応えもあるんだけど、夜に食ってもねそんな重くなくてっていう感じがないから、本当昼夜楽しめるメニューだと思う。
言っても一応今日も茹で前2キロでお願いはしているので量は十分あります。これも一応有料のトッピングで玉ねぎ、これもいいわ、さっぱりする。唐揚げいいっすね。ね、唐揚げ合いますね。乳化したチリトマトヌードルみたいな。これ、あ、これうまい。あ、まだ使ってないですね。お店おすすめのパック状の、ね、味変の仕方は、ちょっと胡椒、一味、お酢の順番で入れていくと味も壊れずに、ね、最後まで楽しめるみたいです。ありがとうございます。こちらまず胡椒、よいしょ、ありがとうございました。まあ、胡椒とトマトは黒胡椒とトマト間違いないよね。
まい。最後にこれお酢、お酢この入れ物ね、これ想像がつかないんだよな。まあどうしても後半とかはスープが吸っちゃって結構濃度が変わってくるの。そうするとやっぱり豚感が強くなってくるんだけど、お酢のね酸味入れるとね、またそのトマトっぽい感じが復活して、これまた食べまい。でもほぼなくなっちゃった。これうまいよ。これいいな。ありがとうございます。どうも、おはようございます。今日麺はこれで最後。うまいこれ。最後の一口は味玉で。うん。お疲れ様でした。